皆さんこんにちは、レンです。早速なんですけれども、今日はですね、このスモールリグというですね、メーカーのアイテムを紹介したいと思います。じゃあ早速中開けていきます。はい、この穴なんですけれども、中にですね、見えますかね、ネジが切ってあってですね、どういう風なものかと言いますと、じゃあ三脚のこの頭のネジありますよね。これをですね、好きなところにこうセットできるようになっていますよ。そう、こういう形。そうなんです。デジカメをですね、GoPro っぽくこう持って動かすとかですね、そういった時のためのですね、プレートになります。なかなか質感いいですよこれ。はい、じゃあちょっと早速本体を取り付けてみましょうか。はい、スモールリグ取り付けてみました。どうでしょうか、正面から見ていただいて。なかなかなんかちょっと武骨な感じになりましたね。下が立派になったんで、ここにスモールリグとロゴが入っております。ちょっとですね、持って分かったんですけど、ここの部分、グリップの部分がちょっとボリュームが大きくなったので、かなりですね持ちやすくなりました。ホールドしやすくなりました。これ Z50 すごいちっちゃいカメラなんで、女の子とかもちろんいいんですけど、僕みたいにですね、手がですね相当大きな人、僕身長188あるんですけど、その体格の手なわけなんですけど、そうするとだいぶ Z50 わかりますか、 Z50 の小ささが小さいんですよ。そうで、そういう時にこれがあるとちょっとホールド感が増すので、ちょっと安心感は出ますね。ちょっとやっぱ金属でアルミなので少々重くなるんで、そうですね、なんか気軽にこうスナップでいろいろずっと持ち歩きたいっていう時はちょっともしかしたら邪魔になるかもしれないですね。だけどブログやってる人とかですねの場合は、ビデオログですねの場合は、でもこれあるとその三脚がここの部分に、取り付けられるんで、こういうふうにね、Z50 のモニターが完全にこうパカッと真下向いてこう自撮りモードになるんですけど、 Z50 っていうのはこの時にですね、モニターの邪魔にならないと、三脚が。そうなんですよ、これがないと三脚穴がここなので、今ほらこのリグが止まってるこの穴が三脚の穴なんですけど、ここじゃもう全然使い物にならないんですよね。ちょっとそこを不満だったんですけど、これで解消できます。そんなにね高くないしね、いいですよね。はい。で、ここホットシューといって、別の、フラッシュとかをこう取り付けて、作動するための接点がついてるんですけど、これホットシューで、ここにはですねコールドシューといって、要するにここの穴の規格で、つけられるようになってるんですよ。だからここに、マイクとかですね、そういったものも取り付けられるので、この状態だとマイクの集音性能ってあんま良くないんですけれども、ちゃんとこう結構いい別体式の、もこもこ毛が可愛くついたあれね、あれをつけて、マイクをつけて収録できるんで、かなり使えるんじゃないですか。これちょっとかっこよくなりましたよね、いかつくなって結構いいですねこれね。持ちどうですこれね、いいね。ちょっとこれで動画とかですね、ブログを撮っていきたいと思いますので、お楽しみに。ではレンでした。また。